キララファンタジア、相変わらずエラーは多いけどね。ステージが今ね、どんくらいだろう、3章ぐらいまで行ったのかな。学校暮らしのあたりまでは行きました。で、12月18日、本日12月18日に更新が入りまして、なんとクリスマスイベント、なんとなんと、なんと、この絵はあの子、そう、キルミーベイベーの、どこ見たら早い？ソーニャが登場。で、クリスマスイベントが始まりましてと、各シーズンのプレゼントと、各シーズンのクエストでしか入手できないクリスマスリース、オーナメント、クリスマスステッキを集めて豪華アイテムを手に入れましょう。まあ素材集めて交換って感じだね。どこも一緒だね。ゲットした素材はトレードショップで交換と。何を交換したらいいかをね、そう、ゲームが始まったばかりだから何を優先すべきか分かりづらいけども、そこら辺は何だろう。ウィキとか見れば多分書いてあると思う。何々がいいよとか、この素材入手しづらいから取っ替えといた方がいいよとか。ソーニャと、あと普通のガチャの方にもこれだね、これじゃない、どれだっけ。戦士の方のソーニャもなんか追加されたっぽい。ルームショップにクリスマスグッズちょっと入れた。野々原ゆず子です。で、期間限定のピックアップ召喚。博士号を取って博士号に乗りたい。クリスマス衣装の金モザのアリスとウララの、これはウララ俺知らないんだよな、チア、センヤ、どれだろう、チャンネルルーンが期間限定で登場。見てない作品のっていうね、見ろよって話だけども、事前予習しておくべきだったな。分かればもっとね、思い入れがあって楽しいだろうからな。しかしゲットしておいて損はないと思うんで、まあ星5がね出るとは限らないけども、ルーンは星4か。お、これソーニャ、これだね。クリスマスのソーニャが追加されたことによって、普通の衣装のかな、普通の衣装ってわけじゃないな、3、星3だと普通の衣装だけども、これがピックアップ対象外だけども、期間限定ピックアップ関係なしに今後も追加されておりますと。ヤスナはまだいないと、ソーニャだけど、ちょっと召喚やっとく。普通のガチャは今ないのか、もう全部これになってるってことかな。で、今石が結構集まってるんで、とりあえず初回のちょっと安くなってる300を使ってやる10連ガチャをしましょう。ガチャリンコ、どんどんつぼみになっていくよ。まあ霊装がないだけちょっといいかなとは思うけどね。ちょっとね、今読み込みが入ったからもしやと思ったけど、アルケミストです。魔法、確かに新機能は出たけども、私は篠田はじめ戦士だよ。この度だよ、戦士として爆誕しました宮子です。次回も頑張ります。またよし、もう一回ぐらいやっとこうかな。もう次400になっちゃうんだよな。この10連で終わりにしとこう。メグネーのストーリー見るとすごいのがさ、ちゃんといないことになってるのがすごいよね。キラーとユキとかが喋ってて、なんか話が、あ、これさっきのあれか、クリスマス衣装の絵か、あれ無視されてるみたいなメグネが言ってんだけども、お、ソーニャの戦士の、まあそれはね。メグネ、ミヤコですぞ。魔法、小道綾よ。新規にゲットした子だけ喋ると、ナイトになっちゃ、エビツザはクルミだ。魔法使いって、魔法使いに見えない星3衣装だからね。ローストチキン、ローストビーフ、ローストポークときて、締めはやっぱり焼肉がいいよね。一年中クリスマスでもいい気がしてきた。クリスマスのルーン、
戦士のソーニャだ。どんな格好でも戦えるけどな。確かにな。せっかくの装備品だし、有効活用させてもらおうか。アリス・カータレット、とりあえずソーニャに入ってよかった。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。いつでも手に入るんだけどね。夜もお手伝い頑張ります。期間限定ものはゲットしておきたいね。野々原で、メインクエストは今進行が砂漠暮らしの6節か。あ、メインはいいんで、クリスマスやろう。ちょっとまだアプリが始まって間もない状態でのイベントだから、時系列が結構おかしいことになってる。すでにもう人によってはまだ知り合ってないのに、キララとここで仲良く話すようになっていると。そうなんだ。そうですね。どこのクリスマス、どのゲームもクリスマスイベントやってるよね。冥界に降りたりね。すごいです。そうやな。うんうん。クリスマスするのに準備ね。紛れ子方も思い出すな。紛れ子も役割分担してクリスマスの準備を進めているからね。え、うお。サンタになる。ソーニャは多分ね、真っ白いサンタ衣装を着てきて、これから帰り地で赤にするんだよっていう。ではキルミーベイベーさ、ねえ、人数少ないじゃん。ただでさえ一人出れるかどうか分かんないのに、ただでさえ一人出れるかどうか分からないのに。声優変えるのかな、さすがに。そうだな。あの、各さあ作品で施設があって、 そのキャラの能力が上がるみたいな施設あるけど、キルミーベイベーの場合キャラが少ないから、もしそういう施設があってももったいなくなっちゃわないかな。それとも施設自体がしばらくは出ないとか。どうして。うお。そしてストーリーが不穏になってきたけども。もちろんです。なんか切り方がおかしかったぞ。三択ロース、こいつらこんなコミカルに喋るやつだったの。振りかな。大きい声出すなよ。振りね。シーズン1、これが26まで、結構長めにストーリーがあるのかな。じゃあ、はじめ。ああ、クリスマスオーニャかわいい。そうだな。まあいいだろう。キララ系列もどこまで出すんだろうな。まだ公開してないだけで、小出し小出しでやっていくために、まだ一気に全部の作品出しますよみたいな感じではないのかな。まあアニメ化されたやつは大体出るでしょ。いいな。逆に言えばアニメ化されてないキララ作品は出ない。最初は強キャラゲットしても、そこでさらに強くしないとかね、レベルが低い状態だと結構あの種火的なやつでガッツリ上げた方がいい。で、最初だから敵が強くないので余裕でやっつけられますと。ちなみに今敵のモーション、こっちの攻撃モーションと、あと宝具、カッコ取っておき、全部高速化してある。あの宝具さ、スキップでいいよね。
なんかさ、どっかタップしたらスキップできるでいいんだけども。そうなんだ。そんなところは FG を真似しないで。やったー。でもな、フォーグカッコ取っておきだけど、演出の際にあのピョーンって飛び上がるのがやっぱこれ系だよね。これ系のアニメだいたいピョーン飛ぶから、サビ前とかで。で、3人同時のとっておきをやるとよりアニメのオープニングっぽいと。さて、ストーリーは別に全部流しません。まあ、今日はイベント始まったってのとガチャをちょっと回したってのがメインなんで。照れてるゆいちゃん見ると元気出るよね。ソーニャはパーティー入れようかな。元気出してください。うん、私も協力しますから。てな感じでこんぐらいにしておきます。っていうかクリスマス仕様になってる、もしかして気のせいかな。気のせいかな。ちょっとルーム行こう。ゆいちゃん、クリスマスツリーとかあったんでちょっと並べてみた。まあ、うちの部屋の一番の特徴はこの真ん中のロッカーだよ。ここに早くいつもまで行かない、違う世界で昔の気分を言っておくので一番うるさいやつを閉じ込めておくと、そういう反省部屋にしようと思います。